はいゲームコレクターの酒館です本日は2021年3月23日作館学院ゲームコレクター部スタートです えー、この配信はゲームコレクターの先官が毎日25時から約30分間ゲームの話をする配信です。チャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄にね、僕が関わっているキンドル本へのリンクがありますので、ご興味のある方、もしくは僕のコレクター活動にご支援、ご賛同いただける方は、ぜひキンドル本を読んでください。またお仕事の連絡はいつでもお待ちしております。ということで、えっと、本日の予定は、えー、っと、ネオポケの話が、 気候世紀ユニトロンかな。で、その後、えーと、ついにね、ついに、えーと、僕のチャンネルっていうか、まあ、このふわっち自体がね、今、YouTube に上げてるんですけども、それ以外にもう一個チャンネル作って、ちょっとそっちをね、ちゃんと育てていこうかなと思っているんで、その話をしていこうかと思ってます。で、最後に本日の記念日ゲームという流れで進めていきます。ということでね、まあ、雑談も多分、その、 YouTube の話がつながると思うんで、まあ、すぐネオポケの話が。えー、とネオポケの話が、えー、と気候世紀ユニトロンですね、はい。これが2000年の1月20日発売になります。はいで、まあ、ユニトロンっていうのはこの前にも出てるんですよね。なんだっけ名前。ユニトロンとしては第2弾なんだけど、一応でもそっちを知らなくても多分プレイは全然問題ないですよ。はい。 とということでその序っていうのかな光生まれす生まれる地よりこれサブ隊なのか,なんかよくわかんないですけどねまあ夢工房さんっていうところが、まあ、開発で、まあ、SNK 発売タイトルになりますはいでこれは、えー、とネ,オネオポケ専用カセットだけど このね、実はネオポケットややこしいのはここの表記がねいろいろあるんですよ時期によって違ったりするんであのこの発売期間でほと,ほとんど SNK からしかソフト出てないのにあの印刷のこ印刷っていうかここのルールがね結構変わっててねだからこれネオ,ネオジオポケット専用ソフトカセットって書いてあるからなんかネオジオポケットで遊べそうな気がするじゃないですかでもその下にね えと本製品はカラー専用ソフトですって書いてあって、どっちやねんって話になるんですけど、まあそういう感じで、まあこのぐらいになるともうカラー専用が結構増えてくるっていう、まあゲームボーイもそうですよね。ゲームボーイカラー対応を出していた時期もあるけど、最後後半の方になるとゲームボーイカラー専用になってきましたよね。あれ簡単な話、最初はゲームボーイっていう市場があって、そこにカラーが乗っかるから、ね、ちょっと広がるんだけど、ネオポケのあ、ゲームボーイカラーに対して、 ゲームボーイの人たちちを無視してこっちで商売してもいいんだけどでもこっちの人にも買ってほしいなと思ったら対応だったのが徐々にカラーの普及していくとこの白黒の人を相手にしなくていいやってなってくくんですけどネオポケもね 普通に考えたらあの半年間だからカラーから貼り始めた人もいっぱいいるはずで別にネオポケのね本体僕は買ったしネオポケのソフトもプレイしてるけどあの正直もう、ね、無視していいはずなんだけどもなの半年間ぐらいの間でこう カラー対応みたいなね。位置づけがあって、ただからまあポーンともう年が明けたら開けたらほぼカラーみたいなね。状況になってるってところです。だからこれ2000年の1月20日発売のタイトルなんですけど、まカラー専用タイトルになってます。で、う,うわあ、ここに書いてあるわ。あのユニトロンが携帯ゲームの限界を超えて生まれ変わったってことで、まあ、何が生まれ変わったかというと、この前に出てたユニトロンですよね。 で邪神ユニティスとの死闘から400年後ラグナロックと呼ばれる大惨事によって崩壊した世界を舞台に繰り広げられる冒険談。君は多くの苦難をふぐり抜け行方不明になった兄をそしてその謎を解くことができるだろうか」。 パワーアップしたダンジョン200種類を超える改造パーツ集めたパーツを強化する新開発システムそして通信体制にも対応集めたパーツで自分だけの最強ユニトロンを作り上げたらいよいよ友達と勝負だってことでやっぱりこう1人で黙々と遊んで最後は通信っていうところにねこうたどり着くんだけども残念ながら無線ユニットには対応してなくて通信ケーブルだけになってますはいという感じでねまあ 妥当ですよね <laughs> 正直あの発売されてから半年1年半ぐらいだけど無線無線ユニットはどこまで普及してたかっていうのはかなり疑問なんですよ、まあ、僕も正直ネオポケのね、えっと、通信ケーブルも無線ユニットも持ってるけど正直通信っていうか無線でも何でもいいんですけどこの,あの通信でやり取りしたことゼロですよ <laughs> はい もう残念ながらねあの、ゲーム業界内でも多分そんなにいっぱい持ってる人いないんじゃないのって、まあそんな感じがしています。はい。まあそんな感じ。ただユニットロのシリーズは多分評結構評価高いと思うんで、まあ,あのご興味のある方はぜひゲットしてみてください。まあネオポケでどんなタイトルが出てるか知りたい方はぜひね、ゲームコレクター作家のアンコンプリートネオジオポケットカラーをよろしくお願いします。 ということで、えっ、ー、と YouTube ですね。えっ、ー、と YouTube なんですけど、えっ、ー、と、あれどこだ。えっ、ー、と YouTube は、えっ、ー、と今ね、ゲームコレクター酒缶チャンネルっていうのがまああって、まあ、ゲームコレクター酒缶しか書いてないから、チャンネルはどうつけるか人にそれぞれなんだけど、まあ つけて今のところまだね登録者数5人ということで寂しいんですけどちょっとねこれがまあ増えてきたらちょっとどのぐらい増えたらかわかんないけどこういろいろねバリエーションを増やせるような感じにしたいなぁとは思ってるんですけど今はとりあえず 3DS を中心にやっていく予定ですでま毎日ねあの1日1本8、えー、っと 20, 20時にね、えー、っと動画がアップされる、まあ、プレミア公開なんで あのまあ、要はあのー、その時間に見に行くと、まあ、行って一緒にこうスタートが楽しめるっていう、まあ、YouTube の、ね、サービスとしてあるんですけど、まあ、正直言って僕もねあの見に行こうと思ったんだけどちょ,ちょいふっかり今日は頭から見れてなくて。 途中で見ちょっとねこれはあのまあ毎日まあ実はこのふわっちの配信も最初 YouTube にね動画動画上げた時にはプレミア配信はしてたんだけどやっぱりこうなかなかねそういうところでは広がらないんだけどこういう最初から作ったものをちゃんとポンと載せてた時にあのまあ長く継続したらねどっかのタイミングでちゃんとこうみんなが見てもらえるような状況にこう できるだろうなと思ってそこでまあ時間も固定にしてえっ、ー、とまだいたい同じ方向性で、ね、とりあえず 3DS でっていうところでまあやっていくつもりでいますけども今のところねえっ、ー、と月金が一応僕が持ってるタイトルをあの1から順番にあのパッケージを紹介していくっていうね <laughs> やつです。はい パッケージをねこう紹介するにしてもほらあの福袋動画とかいろいろ見てて思ってたのが正直ねその人が持ってる買ったねものがねこう綺麗です汚いですっていう評価を見ても僕は個人的にはピンとこなかったんですよただどんな内容物が入ってるのかなとかそこら辺にこう、ね、スポットを当てると需要がある需要っていうかまああの 勉強にもなるっていうかこう、資料になるんじゃないかなと思ってそこら辺をねまず考えてやっています。はい、なので、まあ、 まあね福袋動画って多分、バスタートで5分、10分な間に10タイトル、20タイトル出てきて、こう、なんかそれがペテンポをよく見れるのがいいのがあるのかもしれないんだけども、まあ僕は僕で中身にどんなのが入ってるかね、取説が入ってます、えー、カートリッジこんな感じ、ゲームカードが、ゲームカードこんな感じです、みたいなところをね、パーッとやっていくようなところで考えてるんですけど、 ただその最低限ね市場的なものというところとやっぱりゲーム画面をどのように見せるかって思った時にあの何、ー、だろう,こう音楽関係はねやっぱりこうどこで著作権のねが JASRAC、まあの、ね、やつがかかってくるかわかんないんでただ映像はね引用案件として大割とこう緩和されてるはずなのでなのでまあ一応映像をゲームを起動してから あの数分間ただ流しっぱなしにしてるプレイ動画を入れてるというプレイ動画っていうかまあプレイしてるんですけどでまあただねその今回録画用に使ってる本体と昔から僕が遊んでる本体は別物なので今回使ってる本体に新規に入れてこうプレイしてる関係上 この昔遊んだデータがね何十時間とかあるものに関してはそこの続きからやってもいいかなと思いつつ結構序盤のやつだったら分かりにくいからだったらもうあの頭から、ね、オープニングからやってもいいやと思って今録画をこう進めてるところだったりしますだからプレイとねこう僕が喋ってる時がこう別に同じ時間帯じゃないんで、まあ、並行してこう見せるっていう感じのところでやってはいますはい。 で本当はねそういうのが見た人だけに分かるようにしたかったんだけどちょっとまだねサムネがねあの <laughs> サムネが残念ながらこう自由に選べないのであの YouTube にアップした時に勝手にねこれとこれとこれからどうですか的に出てくるね画像の中の一つ選ぶしかないんであの明日に2日目3日目4日目のやつに関してはその あのー、オープニングっていうかタイトル画面がね一つ候補に選ばれてたからそれ入れたんですけど今日のやつと5本目5本目なんだっけパ,パズルボブルかな飛び出す飛び,だ飛び出すパズルボブル飛び出せあ飛び出まあいいや <laughs> あのパズルボブルはちょっとねゲ、あのー、動画の途中の 画像をを使わざるを得なかったんで、まあ、ちょっとねネタバレ的な感じになってるのがちょっと気になってはいるんですけど一応そういう感じでねまあまあとりあえずサムネをこう自由にねつくあの作ったやつを載せられるようにところまでまずチャンネル数チャンネル登録者数を増やしたいなと思ってますでまあただこれ 3DS をこう軸にしてるだけで、まあ、実際のところはこう定期的に ね、なんか新しく別の角度のものをこう載せていこうとは思ってるんですよね。そうしなきゃこう活性化しないっていうか、まあ、いろんな人にね、チャンネル登録してもらいたいし、まあ、逆にチャンネル登録した人からの要望も聞きたいんだけど、いずれにしてもチャンネル登録をしてもらわないと始まらないところがあるので、まあその辺はね、こう。 まあ、あんまり宣伝した体がないんだけど、まあ、正直 Twitter も宣伝媒体になるかっていうとちょっとねいろいろと微妙な感じがしてるので、まあ、YouTube の中でこう続ける中でねちょっとちょっとでもこう話題になるような方向にね持っていければいいかなと思ってるんだけどどうかな <laughs> はい。で一応今えーとまあ 20時公開ってところは決めたのと、月曜日から金曜日は、その、いわゆるね、ここにあるパッケージを順番に、一個ずつ順番にこう、紹介していくっていう、その流れは作ったんですけど、土日どうしようかなってところです。まあ土日をね、ずっとこのまま流していけば、まあ全然いいんだけど、変化がないとね、ちょっとつまらないんで、で一応土日に関しては、今考えてることだけを言うと、 あの土曜日に関しては、あのまあ、収録をしたものであるはあると思うんだけど、そのプレイ動画をやろうかと思っています。まあ,あいにくね、あのパッケージパッケージの方の動画あのゲームだと、まあ、開発僕が開発関わったやつでもそんなにこう、 どうなんだろうって部分はあるんだけどどうなんだろうっていういわゆる許諾的なねところみたいなのはまあ当然しないで勝手にやるんで <laughs> あのなかなかねこうやっていい部分もあるしあとちょっとその YouTube に上げるのにねあの妥当な映像が出ないゲームが多いので <laughs> なんでそれやってまあ3 d s だけどねまあそういうのもあるんでちょっとねそこら辺はあの控えた上で ダウンロードタイトルの方でね、ちょっとあの、この収録用の本体に、あの、僕は昔関わっ、開発に関わったタイトルを、とりあえず、あの、購入して、ダウンロードし終えたので、それを、こう、順番に挑戦していこうかなと思ってるんだけど、あれ、クリアできるのかなというところで。 あったりしますただ、ね、残念ながらねえっ、ー、とダウンロードえっ、ー、とまあ 3DS で遊べるダウンロードタイトルなんで一応 DSI のタイトルもあって DS 僕が関わ開発関わってるやつは DSI が3タイトルと 3DS が3タイトルの計6タイトルなんですけど残念ながら DSI のタイトルの1本がもう2018年ぐらいに配信中止になってるんですね。 まあいろいろ事情はあるかなと思うんだけどそもそもが、まあ、RPG 脱出ゲームってやつなんですけどそれはあの多分多分っか分かんないけどもともとハドソンがソフトバンクモバイルっていうソフトバンクのガラケーに <laughs> 配信してたタイトルを DSI に移植して、まあ、インテンスさんから発売してるタイトルだったんですけどまあそれが まあ、権利的な問題なのか何なのか分かんないけど今はもう配信が終わってるんですよねだからちょっとそれだけはねまあやろうと思えばできるんだけどちょっといろいろめんどくさいんであの今僕がその配信用にやってるやつにデータをロムを持っていけないんでまあ残念ながらそれだけはちょっとねちょっとやるにしてもちょっと別の方法を考えないといけないんですけどで今とりあえずね考えてるのは 3DS の タイトルでえっ、ー、と、まあ、難しいと言われてるというか実際難しいんだけどあのダンジョン RPG ピクダン2というタイトルがあってこれをねあのとりあえずあの挑戦していこうかなと思っていますはいなかなかねこうなんだろう僕も当時その配信 配信された当時っていうかまあ当然デバッグとかではプレイしてるんだけど配信されたやつをまともにクリアできたかっていうとそこまではプレイできてないのでちょっと今回はねがっつり挑戦したいなと思ってるんだけどこれはあの正直僕自身があのもうだいぶ10年ぐらい前のタイトルなんですけどそれをの開発に関わった時にあの ま正直あのゲームの中の謎解きとか全部自分僕が考えて組み込んでるんで、あの <laughs> それがこう自分ね 10, 10年も経ってないけど、まあ、10年ぐらい前のあの僕が考えたことを今の僕がこう挑戦してあのどういう感情でプレイするかっていうところをねちょっとこうあの普通に長回しで <laughs> やっっててこうかなと思ってるんですけど、ただプレイ時間がねちょっとねあれフロアをねこうどんどんあれを下っていくのかな上らない下って下地下えダンジョンの中地,地下に下っていくんだけどあの 最初の方が多分結構楽勝なんですよ後半に行くほどね謎がすっげえ難解になってるのは、まあ、マップ広くしてる中で、ね、こう難易度も上げてるからしょうがないんだけど、まあ、そういうのもあるんでちょっとね後半に行くとどういうバランスであのプレイすればいいか分かんないけど前半は多分1フロア単位ぐらいでこう1回一応フロアぐらいでいけるんじゃないかなって勝手にこう見込んでるんでね。 まあそうするとまあ60数回分60数週分になるのか1年以上だな <laughs> まあ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 そんな感じで、ねまあ、順調にいくかわかんないんだけどそんなのを考えてますまあ正直ね 3DS が終わったって 3DS のこのニューがつかない 3DS の修理期間がえっ、ー、と今月末3月の末までなんですよね。 まだニュー・ニンテンドー・ 3DS とかニュー・ニンテンドー・ 2DS とかの修理はまだまだやってるんで一応ニンテンドーの対応も終わってないんだけどその一方で e ショップがねあのいつ閉じてしまうかわからないのとまあ DSi のソフトは 3DS でも遊べるからこう移行されてるけど 3DS のソフトは今スイッチで遊べないから移行されないとなるとどっかのタイミングでやっぱり e ショップ終わると思うんですよ。 まあ正直今ね例えば。 Wii U のソフトのダウンロードタイトルとかが、こう、今 Wii U で変、ね、えるかとか、僕はもう事情わかんないけど、それだってこうね、スイッチに移行してないから、まあ、ある意味そこでストップになるわけじゃないですか。3DS もそこでストップになるから、これが配信が終わってしまうと、僕がいかにこうね、面白く遊んでいても、まあ、あの、厳しい、辛いって言いながら遊んでいても、結局 <laughs>、それがこう、 皆さんに伝わったところでそれでじゃあ僕も遊んでみようとならないというね悲しい結末なので、まあ、できればねあのこうなんだろう見てこうねまあ僕も別に食レポやるわけじゃないんでこうわざとらしくて、ね、面白いとかいうわけじゃなくて、ね、多分、ね、つまんないっていうかもしれないし謎いめちゃくちゃじゃねえかという、まあ、自分のね10約10年前の自分にね 言うかもしれないんだけど、まあ、それも含めてね、あの、なんかできるんじゃないかなと思ってます。まあ、これは土曜日にかんやろうと思ってます。あ、だ、これも録画です。あの、特に今、生配信は多分、YouTube ってちょっとよくわかんないんだけど、生配信の環境とか、まだ勉強を全くしてないんでわかんないんだけど、多分、すぐにはできないと思うんで。うん。で、あと、あと、あの、 正直配信用にいろいろセッティングする方法も勉強してないんであの録画であればねあの A と B 要は僕が僕がプレイしている状況の録画とゲーム機の方のねプレイ状況の録画別々にしてもねあのこう重ねることができるんで、まあ、今のその 3DS の今回ウイーリング今日いや昨日か昨日はウイーリングイレブン 3D サッカーのね、えっ、ー、と、紹介、ムービー、ムービー、動画が上がってて、まあ、今日は、今日は何だ、2つ目。あ,あれか、ダイナソーか、ダイナソー 3D か、なんですけど、まあ、あのそれもこうね、 僕が喋ってるやつと画面って一緒に出てるけど別にそれ別の時に収録してるんだけどそれが同じ時間に収録したやつをただこう載せ合わせるっていうのは別に技術的には簡単なんですけどまあただそれを僕がプレイしてるのと動画配信で1画面で一,瞬一気に生配信する方法についてはわからないんでこれはまあいずれね研究ができれば。 でも余裕ないからな,なかなか <laughs>、まあ。まあまあ、録画で基本的にはやる予定でいます。だから生配信やるときがあるとしても多分プレイじゃなくないんじゃないかなと思ってます。まあというか今フワッチ、ふわっちで生配信やってるからこのノリで多分行くと思うので、まあこれはこれで、あのー、ふわっちの環境は残しといた上で、まあ、YouTube は YouTube で生やるかどうか、まあそんなとこですかね。で、あとは、 日曜日なんですよね問題は日日曜日何やるか全く考えてなくて、まあ、ただ日曜日はちょっとその週のフォローみたいな映像を作ろうかなと思っていますちょっとまだノープランですねうんいやなんか本当はそこにこう他のゲーム機のね やっぱ紹介みたいなのも載せようと思ったんだけどそれはどっちかっていうとイレギュラー的に載せてった方がいいかなと思っててまあ要はなんか基本線その毎日8時にはあの 3DS 絡みの情報が流れるようなところでまず一回こう見ていただける環境をね作れないかなと思ってます。さすがにこの この最初の段階からその核がぶれると正直こう見にくいっていうか拾ってもらいにくいとは思うんですよね。まあ、やいろいろ手こ入れを、まあ、まだ5人しか登録してないしね。<laughs> あのまあ、残念ながらねまあもう少しこう登録者を増やしてこう見ていただけまあ、あと 登録者に関係なく、ね、見ていただけ回転ができるところまでは持っていかないとそこから先がないんでちょっといろいろとこう柵を講じるっていうかねただそれをこうそのなんだ8時20時 日中時更新のものじゃなくてそれ以外にこう単発的にね差し込むところで何かやっていければいいなと思ってて、まあ、ちょっともしかしたらノルマ性って言っちゃ変なんだけどチャンネル登録者数がこのぐらいまで増えたらちょっとこっちの動画のもう上げてみましょうか的な提案とかねまあ逆にいろいろ提案をいただけるならその提案に沿ってねこう何かやれるかなとかいろいろちょっとあの まあ要は僕が今フワッチでやってこのふわっちを YouTube のね僕のなんだ酒館リコレクションゲームリコレクションかな英語表記のその、えー、と動画の方に上げてるのはもう本当にふわっちをまんまあこう横流しだしまあ、昔のね 2015年ぐらいに作った映像ももうあれもこう取りっぱなしでここでパッケージをねこうやって見せてってやってたやつなんですけど、まあ、今回ね新しくの新しく作ったチャンネルではもう単純にあの僕が紹介するっていうのはベースは同じなんだけどそれ以外にこうまあこの辺とかにねこう画像を載せる形でこうあのまあこの辺だったりまあちょっと 切ってこっち側だったり、いろいろするんだけど、まあそういうようなやり方でね、やっていこうかなと思ってます。だからちょっとこう、ふわっちで、こう、本当はふわっちで配信してるときに、こうコメントとかでいただいて、いろいろアイディアがね、あの、膨らませればいいんですけど、残念ながらふわっちになかなか人がたどり着かないので、だったらま YouTube でもいきなり作ったものをあげて、そこにコメントをいただいてね、そこでこう、いろいろとこう、 新しくやれることとが増えてていいいけばいいかなと思ってま,すまあいずれにしてもちょっと YouTube っていう媒体が何だろう、まあ、僕自身もいろいろこうやろうとしてたんだけどただ動画のねその 編集方法みたいなところがちょっと難しいなぁと思っててまあ要は僕自身のいつもの特徴としてツール線を作っていってまあ要はなんかこうテレビのねまあ今芸,芸能人の方が結構 YouTube チャンネル持ってでテレビスタッフが作ってで綺麗な編集とかでやってるけどもやっぱり YouTube はその個人で もうまあ要はその動画の技術とかを関係なくいいものを出していけるんだっていうところでいろいろやっていけばいいかなと思ってます。まあ、要は数日以前フワッチでねフワッチの配信 YouTube 上げたらなん,かなんか僕を藤田さんと比較してどうのこうの言ってる人が出てきたんだけどまあ正直藤田さんだってあれ藤田さん一人でやってるんじゃなくてやっぱスタッフさんがいてね編集されてそういうような作りでやってる中でそれに対抗してね あの芸能人じゃなくて僕が一人でこう動画を何かするかっていうのはやっぱり差が出るってうところの話をね芸能人と比較しないでって話をしたらいやあの YouTube なら芸能人もどうも関係ないですみたいなね反論を受けてしまったんだけどいや関係ないのは分かってるけどそのねその映ってるもの以外のね人の動きとかカメラをどうするとかねそこら辺はやっぱりこの芸能人なりその ま YouTube もスタッフがいてこうね団体でやってるのと僕みたいに一人でこうコレクター活動してるような人間とこうねやっぱりこう別のものだってところただ別だけどもまあいろいろやり方があるよってところの提示がねできればいいかなと思ってますのでまあ生温かい目でね見ていただいてでまあよろしければあのチャンネル登録ねあこの YouTube にあげてるふわっちのこの配信の方じゃなくてあのゲームコレクター酒缶チャンネルの方に、えっと、カタカナでゲームコレクターで中黒があってそのあとに漢字で酒缶お酒ね日本酒の種ねにえっと缶ビールとかの缶ですよで酒缶ゲームコレクター酒缶チャンネルの方にね、えっと、ご興味のある方というかまあ、ちょっとでも興味がある方はねあの登録していただければと思います。 ということで、今日の最後は、えっ、ー、と、本日の記念日ゲームは、えっ、ー、と、2006年に、の3月23日に発売されたイース・ストラテジーが、えっ、ー、と、15周年になります。まあ、DS のソフトもね、初期のものはもう15周年超えしてるというところでね、大変なことになってるんですけど、まあ、この時期ぐらいはまだ、なんか、日本ファルコムさんはあんまり調子良くない時期で、なんか、e、ース、 っていうといろろんんなな会社からいろんな形で出てくるところでねこれはイース・ストラテジア・マーベラスさんなんだけどそのこの後かなイースのね1とか2の,あの移植ものはえー、っとイン,チャ,ネさんインターチャネルさんが出,出してたんですよねだからちょっとねまだ今みたいな感じのねこうビ,ビータで勝負 PSP で勝負ビータで勝負みたいなイースの時代よりはちょっと前の時代なんでね。 まあこの時代と今のね、まあ、イースがどうなってるかはまた別としてファルコムさんのこう家庭用ゲーム機での活躍っていうのの違いっていうのをこの10年15年間でね感じられるっていうところはあるかと思います。ということで今日はこの辺りにしようと思います。以上、でした。おやすみなさい。